1941年9月21日の日食は1941年9月21日に観測された日食である。ソ連、中国、日本で回帰日食が観測され、アジア北東部、北アメリカのほとんど及び以上の地域の周辺の一部で部分日食が観測された。第二次世界大戦中だったが、参戦していたソ連と中国は、 観測を行った。海域体が通過した海域日食が見えた地域は、ソ連南部、中国新疆省から福建省までの広い範囲、日本統治時代の台湾台北州北部、沖縄県八重山列島のすべての島、タラマ島、みんな島、南洋町だった。また、海域日食が見えなくても部分日食が見えた地域は、ヨーロッパ東部、アフリカ北東端、アジアのほとんど、 アラスカ巡州西端、オーストラリア北端、太平洋西部の多くの島。その内大部分では9月21日に日食が見え、国際日付変更線の東の部分では9月20日に見えた。1934年11月、中国資金産天文台の建設が完了して間もなく、天文学者の航路は中国日食観測委員会を結成し、 1936年と1941年の2回の回帰日食を観測することを提唱した。1936年の回帰日食は中国東北部に見えたが、観測隊は状況に応じてソ連ハバロフスクと日本北海道で観測した。前者は悪天候で失敗し、後者は成功した。それは1941年の日食観測に経験を積み上げた。 1938年スウェーデンのストックホルムで開かれた国際天文学連合第6回総会で中国と日本代表両方とも中国に観測機械を運び各国の天文学者に中国での観測を手伝うこと希望したただし日中戦争のため機械の運びができなく中華民国中央研究院天文研究所も首都南京市の資金さんから 内陸部の雲南省昆明市に疎開した。それでも中国日食観測委員会は二つの観測隊を派遣した。長玉明と航路率いる北西隊は観粛省林東県で主に天文観測をし、もう一つの南東隊は福建省数安県で主に天文と地磁気観測をした。北西隊は1941年6月30日に昆明を出発し、 列車で、極安市に行き、自動車に乗り換えて、気用市、重慶市、天水、乱州市経由で6週間をかけて8月13日に、林島に到着した。計3200キロだった。観測隊は何度も故障で途中に滞在し、長玉アキラーと航路などは、現地で科学講演会を開き、良い反響を呼んだ。観測の成功を確保するため、林島の近くに、 公兵連隊が配置され、乱州空港でも20機の戦闘機が日本軍機の襲撃に備えた。北西隊が最初に臨島に着いた何日間、天気が観測に不利で、日食当日の朝も霧があったが、日食中霧が消え、観測が成功した。観測隊は170件余りの実測データを取得し、日食の正確な時刻を測定し、太陽再送のスペクトルを得、 日食の過程のビデオを3枚のコロナ写真を撮り、コロナの高度を満月の0.37倍と測定した。また、通案件では曇りのため、南東帯は観測できなかったが、地時気の回帰食の段階の変化のデータを取得した。ロシア科学アカデミーの前身であるソ連科学アカデミーは1939年に、この回帰日食の観測を準備し始めた。 最初は当初は28の機関が参加する予定だったが、第二次世界大戦のため、結局7つの機関しか参加しなかった。観測地は、カザフジチソビエト社会主義共和国の首都アルマトイとクズロルダだった。アルマトイで天気が良く、多くの成果が取得された。クズロルダで雲があったが、数枚の写真が撮られた。ありがとうございます。